開幕戦総合4位で終えて、はい、まあ今シーズンの流れはちょっとこう分かったかなっていう気もするんですけど、高瀬さん自身としてどういう感じですか？開幕戦はもうちょっとね表彰で上がれると思ってたんですけどね、ちょっとスタートが両ヒットとも決まらず、はい、ヒットはちょっと転倒などもあって、まあ、両ヒットとも追い上げる形になってしまって、まあ、その中でも5位と4位、総合4位取れたんで、まあ、まずまずかな、まあ、この尾びれは今年入ってから結構練習来てるんで、楽しみにはしてるんですけど、天気がコースコンディションが良くないんで、どうなるかちょっと分からないですね、まだ。やっぱり今シーズン、セミワークスっていう体制が、もうファクトリーマシンがこう今シーズン対応されるっていう形になってのレースだと思うんですけど、そのあたり、こうどういう気持ちで望んでいるんですか？やっぱりファクトリーマシーン乗るからには優勝をしないといけないと思ってるんで、まあ、そういう気持ちでシーズンオフも頑張ってきましたし、レースもそのつもりで頑張りたいと思ってます。わかりました。じゃあ今シーズンチャンピオン目指して頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、第2戦、土曜日予選お疲れ様でした。まずまずの結果だったと思うんですけども、久々のホールショットどうでしたか？気持ちよかったです。はい、はい、続きまして星野選手、スタート直後に3周目でしたか、転倒があったんですけども、それからの追い上げ、素晴らしかったと思うんですけども、明日への意気込みをお願いします。全然素晴らしくなかったんですけど、そうですね、明日はスタートから出て、はい、まずは表彰台を狙いたいと思います。はい、はい、加藤選手、明日の意気込みお願いします。明日もホールショットを取って、楽なレース展開ができるように集中して頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。今日、加藤律選手の誕生日だということでおめでとうございます。明日、どうし明日誕生日にぜひいい結果を出せるように頑張りましょう。チーム高瀬テント前でした。